どうも、ナッツです。はい。というわけで、ゾンビパート、4になりますかね。はい。やっていきましょう。まあ、ね。徐々に慣れてきたので、意外とね、サクサクいけるんではないでしょうか。バッキンガム宮殿のね、内部に行けということで。あ、ごめんなさい。完全に道間違えました。こっちから行くんですね。お、エレベーター。ちょっと間違って開けちゃった。なんかちょっと嫌な予感しますね、エレベーターってね。ああ。いやーもう、恐怖でしかないんだよな。慣れてきたとは言ってもね。ごめんなさい。いつになったらこれ学習するんだろうね。スキャンしようとしてね。振り向いて。あ、いますね、ゾンビ。逆にああやって堂々と歩いてきてくれた方がね。変なのいない？なんか、待って、なに？あ、マジか。ちょっと、ごめんなさい、これは、想定外の、ことが起きたので、ちょっと銃で対応しました。はい。何あれ？ダメージ入ったよね、多分ね。まあ、少しだけね、ちょっとゾンビの種類とかをね、調べさせてもらったんですが、まあ、どうやら、普通のゾンビと他にも、いろんなゾンビが、まあ、いるようですね。ちょっとマップをね、出す、スキャンする、あれを探しながら向かってるんですが、右し、うわ、びっくりした、もう、叫ばないで。ちょっとなんか、気づいちゃったんですけど。お、びっくりした。ここは、行きたくないな。普通に嫌な匂いがするな。彼は動くんでしょうか？動きましたね。またお前かい。ああ、ヘッド当たんない。よし。この人結構いいもん持ってたりとか。おお、いいね。略奪。取れねえな。あ、荷物いっぱいかな。何、なんかさ、急に敵強くなってない？まあ、そりゃ、進行す、ああ、びっくりした。もう、やっぱ慣れねえよ。進行とともにね、ゾンビがね、強いのが出てきたりするのは、まあ当然なんですが、手榴弾、まあちょっと今は取らなくていいかな。手榴弾って後々ないときつかったりするのかな。あ、奥いますね。あ、ちょ、先にこっちから行っちゃいましょう。まあ、なんか後ろから、うわーって。
結構来るかな、少しかな。うわ待って、前にヤバいのいた。一人一人来てくれる分には。お前だるいやつ、お前だるいやつ、ちょっと待ってね、ヤバいのがいたんで、ちょっと一旦こっち来て。よしよしよし、いい感じ。なかなか頭潰れない。ん、頭にエイムすれば潰れるってわけじゃないね、距離感だね。で変なのが見えたんで、あいつから、あいつをまず、あー死んでね、倒したかな、あのゾンビは。じゃあそんなグダグダ、もうちょっとナチュラルにこうさ、はいこっちに来てくれればいいのに。なんかここ BGM やだ、めっちゃ怖い。ちょっと何回、暗証番号、無理だよね、無理だよね、無理だよね、はい無理ですね、はい。なんか人間の声しない？あ、後ろ来てるんだけど、しかも結構がっつりな量来てるんだけど、しかもこれめんどくさいのも来てんじゃん。叩きまくろ叩きまくろ。一応後ろ確認して、待って待って待って、はい。ちょっとすごくない？今のこれさ、近接オンリーで乗り切ったの結構頑張ったよね今。動くんかい。でも一発殴ればね、ひるんでくれるから、こう複数来てもまだやれますね。ちょっと静かに、君静かに。この人さ本当に頭潰れないんだよね、なかなか。これ今気がつい、あ登れな、はしごあるね、いいね。やめてよ、いるとか やめようぜ、めっちゃ嫌な感じするけど。なんかある、あれおやつだね。下にもなんかある、なんかあそこやっぱさ、あーこれさっきの、うお、びっくりした。ふう、ちょっとやばいっすね。なんかもう勝手にそろそろちょっと慣れたんじゃねとか思ってたけど、全然そんなことなかった。あれ全然昼間で、よし、あれもしかしてさ、
このゾンビって普通に結構耐久力あるだけだね。なんか俺がちょうまく頭はたけてないのかなとも思ってたんだけど。嘘、何あれ、そんないる。いやさすがにちょっと銃使うよ。もういいかな、あんま無駄打ちするとね、なんか後半それこそ厳しくなりそうなんで。あ、ここはなんか火がないから色が目に優しいね。なんか女王の手紙っていうのを手に入れたけど、はい、ほっ、もう怖いところは逆にね走っていってしまえっていうくらいな。Where was I? You must forgive me. I'm a little distracted. Ah, yes, Dr. D. ジョーの手紙またゲットだね。Alchemist, natural philosopher, and all that. To Elizabeth I. Some people say he was even a spy. Imagine that. And D wrote a warning, you see, about this outbreak. Hmm? Oh, dear. Sorry, mustache. 黒の予言。お、はい、ちょっと待っ、あ、素晴らしいね、見っけちゃったね。え、通れって音、俺無理これ、ちょっと待って、俺こういうところほんと無理、ちょっとほんともうやめたい。あー、いい武器落ちてる、かっこいいの捨てた。失礼、割り当てましょう。これを、4番。弾が全然ないんだね、一発しか現状ないのかな。入れ、よし、今の素晴らしい。あ、戻ってきただけかな。どうなんだろう、こっちかな。じゃあ、びっくりした。でさ、エレベーターにさすがにソファーはいらなくない？へえ、今どれぐらいやってるかな。博士に会え、おう、会ってこようか。博士はどっから行くんだっけか。はい、なんかやっておりますね。あれ？これ博士か？違くね？あれ？あ、いいのか。あれ？はーい、よし。Perfect. Now, that syringe will synthesize a virucide, a sort of poison, quite deadly. There's enough for one injection,
あ、で、これを渡せばいいのかな？あ、とりあえずいいのかな？ドアが開かない？自ら書いた感染の。メンバーなんだ。おお。Ron Friedman has a copy in his flat on Brick Lane. Ron's one of those Raven chaps, you see. はい、ということで、とりあえずですね、もう一冊本を探してきてほしいということで、まあなんとかっていう人が持ってるから、その人からまあ探してきて、あ、取ってきてくれないかっていうことで、またねお使いを頼まれました。あ、マンホールだって、あれ、あ、マンホールに戻っていいのかな。うん、で、とりあえず隠れ家に移動しましょう。今回はここまでかな。はい、ということで、恐怖しかありませんでしたが、まあ、とりあえず今回も少しだけね、まあ、進めたということで、今回はここまでにしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。